食べたくないんですけど、一口だけね。おはようございます。今日は4日目の朝です。これ昨日の朝飯とほぼ一緒かな。昨日は、これとこれの場所が違ったような、そんなぐらいの変化ですね。4日目のお昼ご飯です。お、麻婆茄子か。麻婆茄子と、なんだろう、豆腐。いや、怪しいなこの豆腐。あ、箸がない。箸がなかったんですけど、こんなこともあろうかと取っておいたんで大丈夫です。これは餃子っぽい卵、この卵の薄い卵で包むのが得意ですね。これは豆腐の類だと思いますね。見た目より味が薄いの、豚肉も入ってる。で、中国ってすごい豆腐の種類があって、この豆腐は硬いですね。味は別にこれといって特徴ないですね。これは茄子です。まあ麻婆茄子なんでしょうかね。これちょっと麻婆茄子にしては、あのチリソースみたいな風味も感じますね。これ美味しいですよ。ちょっと今回のお米は今までに比べるとちょっと匂いますね。あ、またリンゴ来ましたよ。4日目の夜ご飯です。ん？なんだろうこれ。野菜炒めですけど、あ、大根かな。大根、ピーマン、このなんだっけこれ、あ、枝豆。こんな身がしっかりついた大きい魚は中国で出てくるのは珍しいですよ。なんでしょうね、これ身がタルタルなんで海の魚じゃなさそうです。でまたね、これ激辛なんですよね。これ超辛い。もうこれぐらい辛くないと多分食べれないですけどね。あの匂いが気になっちゃうんで。これは何でしょうね。あ、これくせえな、なんか臭い水で育ったのかなという僕の予想です。食感的には鶏肉ですね。胸肉とかそういう部位かな。おはようございます。5日目の朝食です。はい、開けましたけど、まあ見た感じもうあのバリエーションないですね。朝食に関しては卵、裏がちゃんとあるやつで、これは多分裏がないやつ、はい、
で、さつまいも。これも？これ初めてですね。中にあんこが入ってて、外は揚げてあるんで、まあ揚げパンの類ですね。で、それ以外はいつもの青菜炒め的なやつと、おかゆと、この飲むヨーグルトですね。5日目の昼ご飯です。まあこれはいいですよね。青菜炒め的なやつなんで、これは飛ばしましょう。これ行きましょう。メインのやつ。これは、僕見た時砂肝かなと思って、砂肝をよくもこんないっぱい集めたなと思ったんですけど、どうやら違いまして、これなんでしょうね。ちょっとよくわかんないです。でも一緒に入ってるのがパクチーなんですよ。でパクチーでちょっと臭みを消そうとしてる感がよくわかります。でこれは豚の角煮的なものかと思います。美味しいはずなんですけど、ちょっと薄味ですね。しかもほとんど油なんで、油が好きな人はいいですけど、まあという感じです。でこれはナスですね。これ辛いんですよ。何の辛さだろう。ニンニクですね、これ。ニンニク、これ美味しい。これ一番美味しいですね、今日の料理の中で。でデザートはね、このみかんかな、これ。まあこういうものがついてきました。さすがにこれ皮は食べませんよ、中身だけです。5日目の夕飯です。中身は白身魚の天ぷら、フライ、フライかな、いやフライじゃないな、天ぷらかな、天ぷらみたいな感じの揚げ物です。これ臭みあんま感じなくて、なんか久々に日本的な料理かなってちょっと思いました。なんかもうもはや懐かしいですね、日本の料理は。はい。でこっちが、まあメインディッシュですかね。まあチャーシューというか、まあ豚バラ肉、結構脂が多いんでね、チャーシューみたいな感じで、でひじきとこの豆ですね。でまあ似てあるというか、まあ似てあるのかな、まあそういう料理ですけど、味はまあ食べやすい、ご飯に合う感じの味です。でこれはもやしとニラの野菜炒め、ちょっと今日薄味ですけど美味しいです。でこれが何かなと思って、セロリとかね、そういう感じかなと思ったんですよ。で食べたら薬草風呂の風味が口いっぱいに広がるんですよ。不思議ですねこれ。あとはまたバナナ。おはようございます。6日目の朝食です。もう見た感じでメニューはいつものやつですね。6日目の昼ご飯です。今日はなんかリッチじゃないですか。エビとワカメ、ワカメかな、海の幸弁当です。ちなみにこれ、いやもうこれほんと無理。これね、もうなんか動き出しそうじゃないですか。ちょっとね、やっぱり無理なんですよねこれ。きついわ。あーもうやだ。エビはね、普通に茹でたエビで美味しいですね。エビが
4尾も入ってるってなかなかリッチですよ。でこれはいつもの青菜炒め。でこれはわかめ、こんな一杯わかめばっか食えるかと思ったんですけど、これねニンニクなんですよ。ニンニクで焼いてあるというか炒めてあるのかな。で結構美味しいです。でちょっと今日はこれを食べたくないんですけど、一口だけね、ちょっとですよ、ほんのちょっとだけ食べて味を紹介します。やだーこれ、うわーうわっ、うわーくわー、うん、コラーゲン感、コラーゲンたっぷりな感じ。味は醤油チックで、ちょっと辛いかな。いや全然良さがわからん。今日はね、これが1個、2個、3個。足の先っちょが3個も入ってるんですよ。1話以上ですからね、これ。なんかやだな、もう。ほんとやだ。結構でかいですね、こうやって見るとね。うわー、垂れた。はい、で、デザートがこの、これすだちかな。前回食べた時、これ結構酸っぱくて、まあちょっと食べてもうやめちゃったんですけど、今日は2個ついてます。今日は贅沢です。こんばんは。6日目の夜ご飯です。今日は、これ。これはまあ、皆さん見たことありますね。マックのナゲットのパクリでしょう。で、これは、キュウリでしょうけど、炒めたんですね、これ。キュウリの炒め物は、あまり口に合いません。味付けは、ニンニクですね。ニンニク味。で、これはちょっと焼肉っぽくていいなと思って。で、肉は多分牛肉かな。多分牛肉です。で、味は、まあ焼肉のタレの味じゃないですけど、まあご飯のお供になるかなっていう感じです。で、この卵のやつは、黄色いやつ、この黄色は卵とネギの、和え物、炒め物みたいなやつで、まあこれは前食べてるんでね、大丈夫です。と、バナナですね。はい。